いい、ナオトラ。あそこに上に T シャツ売ってるんですけどね、こないだ買ったやつは。あれか、のど自慢のやつ。きついな。もうすっかり真田丸のやつ終わっちゃったな、ブームが。 T シャツ買うか買わないか悩んでたけど、なんか入れ墨っぽいんだよな、あの T シャツが。だからやめちゃった。こんな感じですね、のど自慢。あ、これはあのさっき言ったスタジオパークの T シャツですね。これはあのスタッフって書いてないんですけど、こっちもあるスタジオパーク。うわ、マフラータオル、これいいな。こっちのが使いやすくね、 T シャツより。経済が回ってないからなんで、経済が回ってないからいらない。あとはこっちは麺汁屋。ここは普段入れますからね。混んでるな。こっちも入れるし、まあ、向こうの階段からこう来れるんですけど、混んでるな今日。団体バス乗り場、こっちからでも団体専用のあれです。こっちからでも行けるんです。あそこに、なんかバスが、撮影のバス。あそこに並んでるのは何かな。ただの人かな、なんか催しやってんのかなと思っちゃった。ああ、これでどうだこれ。あそこが NHK ホールだったら、こっちか、これ下ですね。こっちか、こっちがあの建物の、こっちがかな、こう下からこう1階からこう。ああ、いいな、おかず食って。やんなちゃう。これはいすゞの外走ってた。あ、そう、これこっからこう出れるんです。疲れちゃった。あ、いたあったあった。俺体悪いな、ダメだ。これ NHK 出たら切りますか。あとこれもぐるっと回って駐車場のとこなんで、そこの敷地にあるのは 2.26 のつかないのかな。
2.26 とは書いてないんですけど、銅像くん、なんか言葉の秘文が書いてあるんですけど、そこ何の秘文かはちょっと分かんないんですけど、こうか、これあそこですね、スタジオパーク、あそこは料金所かな、この辺りから入って、で、あの売店はこの内側の建物に入るんですね。まあ、ここからでも行けるんですけど、これまっすぐ行けばいいんですけど、どう行っても行けるんで、この火はこれは何のあれなんだろうな、書いてないから、指紋がないな、何のあれかちょっと分かんないんですけど、とりあえずよかったな、経済が回ってないからお金使って入れないんですよ。お金あれば2円ぐらい食べてきますけど、200円ですね、スタジオパーク、子供無料、無料と書いて、疲れしたな。暑い。じゃあ切りますか。あそこまで。これまっすぐ行って信号を右に曲がって駐車場ですからね。これか、何番だ、58番、58、あれ1000円使えないのかなって、最初はすんのか、番号と確認ボタンを押してください。表示されている料金を導入してください。200円だった。58。計算されました。ロックバーを引き抜いてください。領収書の必要な方は領収書ボタンを押してください。ご利用ありがとうございました。いるか。ここは安いですよね、うん、怒らそう、あれだけ先取っちゃえば、じゃあ止めます。